フレッド・ホイップル、フレッド・ローレンス・ホイップル、フレッド・ローレンス・ウィップル、1906年11月5日2004年8月30日は、アメリカ合衆国の天文学者である。彗星の汚れた雪玉説、ダーティースノーボールを発表したことで知られる。アイオワ州レッド・オークに生まれた。子供の時は、テニス選手を目指していたが、ポリオにかかったために、断念せざるを得なかった。 カリフォルニア州のオクシデンタルカレッジとカリフォルニア大学ロサンゼルス校、そしてカリフォルニア大学バークレー校で学位をえた。バークレー校では当時発見されたばかりだった冥王帽子の軌道図の作成を手伝っている。1931年からハーバード大学天文台で流星の軌道を研究し、流星の起源が太陽系のうちにあることを確認した。1933年に 周期水星ホイップル水星と小惑星セレスティアを発見した。ペルチャー、ホイップル水星をレスリー・ペルチャーと独立して発見したほか5個の水星を発見した。第二次世界大戦中は数軸国のレーダー妨害用のチャフを製造する装置を発明してサーティフィケート・オブ・メリットを受訓した。1950年アストロフィジカル・ジャーナル氏に 遠景水星の研究から水星の構造が汚れた雪玉であるという論文を発表した。この説は水星核の正体のみならず氷の蒸発によって水星の軌道が変化する非重力効果の謎を解く画期的なものであった。なお汚れた雪玉という名称はマスコミによって広まったもので彼自身は氷を含んだ歴岩という名称を用いていた。人工衛星や 惑星探査機を宇宙の小粒子の衝突から守るホイップルシールドの発明者でもある。1955年からスミソニアン宇宙物理天文台の所長となり、1973年までその職を務めた。人工衛星時代の到来を予見し、人工衛星を追跡するムーンウォッチグループを組織した。1957年のソ連の 突然のスプルトニク1号の打ち上げに際して観測のできた唯一のグループとなった。1983年観測衛星 IRAS によって発見された小惑星ファイトンが双子座流星群の母天体であることを明らかにした。1986年のハレー彗星接近の時ジオットなどの観測により彗星の核は暗い氷を中心とした物質で できていることが判明し、彼の汚れた雪玉説が立証された。2002年には水星探査機コンター計画に参加。しかし、探査機自体は地球周回軌道からの離脱時に分解し、計画は失敗した。ホイップルは2004年に97歳で没した。ありがとうございます。